ろんなことを高い天井から眺められて生きてきたと。100年経って地元の方から愛される、そういう橋にしたい。100年前のですね、明治の時代に大きなクレーンもないし仮設材もない、そういった時代にこれだけのものを作り上げたっていう先輩の技術者、土木技術者の方に対してですね、大きな尊敬の念をですね抱いてやみませんでした。今回の橋っていうのは、的には極めて難しい仮設地点での架け替え、こういう特殊な地形条件下での風を予測する、あるいはこれで設計しなさいよといった技術が、今まではなかったと。3800トンの橋桁を4メーター滑らせて 5.2 度回転させる。現場で起こりうる現象をすべて事前に予測しておくために模型実験や移動時のシミュレーション解析も実施しました。新居に切り替わった時、誰よりもですね鉄橋のことを大切に思ってくれている地元の自治会長さんから、新橋もかっこええねと、新しい橋をこれからは余部の自慢のできる、誇りにできるものにしていきたい、そう言ってもらった時が本当に、嬉しかったです。